ダシーコールドルジイチゲロフダシーコールドルジイチゲロフは、ブリアート族出身のラマ像。現在でも、彼の遺体は、ブリアート共和国のイボルギンスキーダツアンに収められている。16歳で仏門に入り、アニンスキーダツアンで、仏教哲理、チベット医学を学び、卒業時に、チベット薬学の薬理学辞典を作った。1898年には故郷に戻り、 ヤンガジンスキーダツァンにて、仏教哲学と生命を教えていたが、同時に、ソグションダツァンの下支援に任命された。1911年、パンディト・ハンボ十二世として認可され、ブリヤートの仏教信仰に努めた。また、ロシア帝国内でも、随一の仏教指導者として有名であり、ロマノフ朝300年記念祝賀会に出席、ヨーロッパ初となる仏教寺院。 軍勢ちょいねえ脱ンをサンクトペテルブルクに混流した。その功績により、セスタニスラス勲章を1917年3月19日に、王家より授けられた。第一次世界大戦が勃発すると、ブリアート兄弟社を設立し、傷病兵の看護や治療、休日金を供出するなどして、ロシア軍を支援。その功績によって、聖安な勲章を授けられた。 イチゲロフは入滅までに50冊以上の薬学書を表している。1926年のロシア革命後、多くの仏教像がイチゲロフの元へ相談に来たが、私は国に残ると言って、ソビエト連邦に留まった。翌年、75歳になったイチゲロフは入滅の準備を始めた。そして6月15日、30年経ったら私の体を掘り出してくれと言い残して入滅した。 その後、パンディトンボ17世、ロブサン・ニマダメディンによって、1955年に、イチゲルフの遺体は掘り起こされた。30年近く経っている割には、遺体の損傷は見られず学者たちを驚嘆させた。しかし、無心論を主張するソ連の政策により、これは目殺された。2003年、ロシアの仏教全体会議において、イチゲルフのミイラは、 促進仏とされ、イボルギンスキーダツンに安置された。ありがとうございます。